もう冬ですから、冷たい雪が間もなくここにも降るでしょう。エジプトでは緑のヤシの木に暖かい日が差し、ワニが泥の中に腹ばいになって入りそうにあたりを見回しています。私の仲間はバールベックの寺院に巣を作っているところで、黄色と白のまだらの鳩が巣、ツバメたちを見守りながら、クークーと鳴き交わしています。王子様、お別れしなければなりませんが、王子様のことは決して忘れはいたしません。そして来年の春には、王子様が手放された宝石の代わりに、見事な宝石を一つ持ってまいりましょう。そのルビーはバラよりも赤く、そのサファイアは黄金よりも青いにしましょう。下の広場に小さなマッチ売りの少女がマッチを水へ落として使い物にならなくしてしまった。いくらかでも金を持って帰らないと父親に委ねるので泣いている。靴も靴下も履かず、小さな頭には何もかぶっていない。私の残りの目を抜き取って、あの子にやっておくれ。そうすれば父親に打たれずに済むであろうから。もう一晩だけおそばに寄りましょう。でもお目を抜き取るなんてできません。目くらみだっておしまいですもの。ツバメちゃん、ツバメちゃん、言いつけ通りなさい。そこでツバメは王子の目をもう一つ抜き取り、それを加えてそっと少女の手のひらや宝石を滑り込ませました。まあ、綺麗なガラス玉だと。少女は笑いながら道へかけていきました。それからツバメは王子のもとに帰り、王子様はもう何もお見えになりません。ですから私がいつまでもそばにおりましょうと言いました。いや、小さなツバメちゃん、お前はエジプトへ行かなくては。いつまでもそばにおりましょう。ツバメは言って王子の足元に眠りました。あくる日は一日中ツバメは王子の肩に止まって、数々の異国で見たものの話をして聞かせました。ナイル川の積み荷に長い列を作って、くちばしで金魚を捕らえる赤いトキの話。この世界の始まりから砂漠に住んでいて、何一つ知らぬものはないスフィンクスの話。鼓膜の数珠を手にゆっくりとラクダの脇を歩く商人の話。大きな水晶を拒む木炭みたいな皮膚の黒い月の山の王様の話。ヤシの木で眠り、20人もの僧たちに蜂蜜菓子で飼育されている青大将の話。さてはまた、大きな平べったいほのかの船を大きな湖のあちこちに走らせ、ショートの戦に明け暮れているピグミーたちの話でした。かわいい小さなツバメちゃん、不思議な話をしてくれるがね。何が不思議だと言っても、人間の苦しみに勝るものはない。不幸に勝る不可思議はない。私の町の上を飛んでね、ツバメちゃん。目に映るもののことを話しておくれ。そこでツバメはこの大都会の空を飛び回りました。美しい庭で金持ち連中が浮かれ騒いでいる一方、薄暗い路地へ飛び込んでみると、飢えに苦しむ子供たちが青ざめた顔をして、ふかんと窓から真っ暗な通りを眺めています。弓なりの橋の下では小さな男の子が2人、抱き合って寒さをしのいでいます。それからツバメは飛んで帰って見てきたことを王子に話しました。
一枚と、ツバメは金属の箔を剥がしていたので、とうとう幸福の王子はすっかりぬるい灰色の姿になってしまいました。一枚、また一枚と、ツバメは金属の箔を優しい人々の心へ持っていくと、子供たちの顔は次第にバラ色になり、笑いながら通りで遊ぶのでした。さあ、パンが食べられるぞ、とみんなは叫びました。やがて雪が降り、雪の降った後は霜が降りました。通りはさながら銀世界で、明るくキラキラと輝いていました。家々のひさしからは水晶の大剣みたいな長いつららが垂れ下がり、小さな男の子たちは真っ赤な帽子をかぶって氷の上でスケートをしていました。かわいそうに小さなツバメはだんだん寒くなってきましたが、でも王子のそばを離れようとはしませんでした。つまりそれほどまでに王子を愛していたのです。ツバメはファイヤが見ていないとファイヤの店先でパンくずをついたり、翼をパタパタさせては体を温めようとしました。しかしついにツバメは四季の迫りつつあるのを悟りました。力を振り絞って、やっとのことでもう一度王子の肩まで振り上がりました。さようなら王子様、お手に口づけさせてくださいませんか。安心したよ、いよいよお前がエジプトへ行くので、小さなツバメちゃん、ここに長く居すぎたよね。でも私の唇に接吻しなさい。お前を愛しているのだから。私の行く先はね、エジプトではありません。死の家へ行くのです。死は眠りの兄弟でしょ。そう言ってツバメは幸福の王子の唇に接吻すると、王子の足元に転げ落ちて息絶えました。その瞬間、彫像の内側で何かが壊れたみたいな妙な音がしました。実は鉛の振動が真っ二つに割れてしまったのです。それはもう恐ろしいまでに厳しい寒さでした。翌朝早く、下の広場を市長が市議会の議員たちと連れ立って歩いていました。例の円柱のそばを通りかかった時、市長はどう見上げました。いやはや、なんとみすぼらしい姿じゃな、幸福の王子は。いかにもみすぼらしいことで。いつも市長の相槌ばかり打っている議員たちが叫びました。そして近寄って像を眺めました。ルビーが剣から取れたらしい、目もなくなっており、もう金ピカでもない。と市長が言いました。まったくもって、これじゃあ乞食も同然じゃわい。乞食も同然じゃわい。と議員たちも言いました。それに、足元に鳥が忍ぶとは。と市長は続けました。ここで鳥が忍ぶことはまかりならんという布告をちゃんと出さねばならん。これを聞いて市役所の書記は市長の提案を書き留めました。こうして幸福の王子の像は取り壊されました。もはや王子は美しくないから、もはや無用の彫物に過ぎないと大学の美術教授は言いました。それから像は溶鉱炉で溶かされましたが、その金属の処分を決定するため市長は市議会を開きました。もちろん別の像を建てにはならんが、今度は我が輩の像にしよう。すると議員たちは我が輩のだと口々に言い張って喧嘩沙汰になりました。この前に耳にした噂によると、彼ら
まりました。そこで天使は鉛の心臓と小鳥の亡骸を神様のところへ持っていきました。よくぞ選んでおくれたと神様は言われました。私の天国の庭でこの小鳥にいついつまでも歌を歌わせ、私の黄金の都で幸福の王子に私を褒めたたえさせるつもりだから。私は大学の同級生だったからね。演劇の勉強をしてて、そう、お芝居。パパはとってもいい役者さんでね、私すっごい尊敬してた。オーラっていうのかな、なんか言葉にするとやすっぽくなっちゃうんだけど、パパの存在一つでどんな嘘みたいな設定でも大勢の共演者もそこで一つの世界になるの。パパの代表作はね、腸内環境正常化、全身白塗りして生きた乳酸菌ってやっと見事に演じ切ってた。すごかった、パパの乳酸菌。364人の共演者も全員白塗りでね。だから私は憧れてたのね、パパに。いや、カップルとかそんなんじゃないわよ。あの時はお付き合いするのは全然考えなかった。ママはお芝居あんまりうまくなくて、いつも会話ができてない、もっと周りをよく見ろ、周りと合わせろって怒られた。だからまあそのまま何事もなく卒業して、パパは舞台俳優として、ママは自分で演じるのを諦めて裏方の制作見習いとして、それぞれの道を歩き始めて1年くらい経った頃かな。たまたまパパと劇場で再会したの。そこは古いけど演劇的には有名な劇場で、パパはアンサンブルとしてきちんと自分のセリフをもらってた。ママは舞台の設定バレないようにこっそりパパの姿を見つめながら、はあ、パパは自分の夢を諦めないで頑張ってるんだなって、ママとは違うなって内心感心してたら、なんとパパの方から気づいて声かけてきてくれて、その日の夜に早速飲みに行って、パパは何だか愚痴してたけど、なかなか思うように仕事がもらえないけど、やっぱり芝居好きだし、お互い頑張ろうねって言って、その日は別れて、その時からかな、ちょくちょく遊びに行くようになったの。やだ、もうやっぱり恥ずかしいよね。そこから、まあ、いろいろあって、え？いろいろは、いろいろよ。そこは子供は気にしなくていいの。違うよ、バカ。もう変なこと言うんじゃないの。パパはゲームセンターが好きでね、特にクレーンゲームが得意だった。ママにいろんなぬいぐるみを取ってプレゼントしてくれて、ママはそれが嬉しくて一つ一つで名前つけたりしてた。それでまあいつしか一緒に暮らすようになって、お金がないから電車乗れなくて一緒に歩いたり、まあ、安い8枚入りの食パンに買い込んだり、貧乏だったけど、あの頃は楽しかったな。パパと私が結婚を決めたのは2人が26歳の時。パパのお父さん、タケルのおじいちゃんが心臓の病気で倒れて、パパは長男だったから、役者の夢を諦めて、おじいちゃんの顔を継ぐために田舎に帰らなきゃって言って、ママはその時、私、振られちゃうのかなって思ったんだけど、パパは東京と違って何もないけど一緒に来てくれないかって言ってくれた。それがプロポーズ。そりゃ嬉しかったわよ。だから先のことなんて何も考えなかったな。パパの地元は田舎でね、山と田んぼと少しの家、それだけ。少し行くと海があって、けどそれだけ。ママは東京生まれ東京育ちだったから、すごく新鮮だった。あ、新鮮といえば東京と
ねえ、あなた、次の土曜日のことなんだけど。あ、そう、安田おじさん来るでしょ。その日、私、顔出さなくてもいいかしら。いや、ちょっと用事があるわけじゃないんだけど、私、あの人苦手かも。なんで？だってしつこいんだもの。何がって、ほら、だからとにかくその日は用事があることにしといてほしいの。お願い。私は非協力的。いや、そんなことない。行くときは行くじゃない、この間だって。同居？無理よ、絶対に。絶対にそれは無理。あ、違うよ。ご両親のことが嫌いなわけじゃないの。だから。よし。
主催の長田里奈と申します、はい。私ですね、まあ、主催なんて言ってもそんな全然偉いもんじゃないんで、本当下っ端も下っ端なんですけど、荒川チョモランマはもうありがたいことに石巻とご縁をいただきまして、今までに何度か R の舞台を立たせていただきました。中でもですね、私は普段は脚本演出を担当しておりまして、なかなかこうやって皆様の前に立
立つっていうことはまあないんですね。そうですね、おっしゃる通り、本当おっしゃる。ちなみに言う予定だったんですけど、座ってますよ、先に取られちゃうんですね。大丈夫ですよ、そんな感じで、あ、そんなどんどんやじ入れてもらって、本当お願いします。はい、今までちょっと力が抜けたような気がします。で、まあ、世の中の演出家に、演出家にはこう2つのタイプがあると思ってます。で、1つのタイプは自分で演出を役者にした上にさらに自ら舞台上に立つっていう、まあ、自己顕示欲の強いタイプですね。もう自分を出したくてしょうがない、まあ、俗に言う出しゃばりっていう。私ね、そういう演出家がね嫌いなんですよ。好きじゃない、ね、もう一つのタイプっていうのはもう人前でも絶対に出たくない、もう舞台なんてもう絶対に立たないよっていう、まあ、謙虚なタイプですね。まあ、私みたいな、はい、そういうタイプ。まあ、そんなね、じゃあ私が、まあ、なんでじゃあ今日こうやって皆さんの前にいるかって、ね、ここで本当は座ってるんですけどって言わせたんですけど、はい、座ってるかと言いますとですね、いえ、で、言いますとですね、こう矢口さんからね、ある日 LINE が、LINE って来たわけですよ。で、こうなんだなんだってこと見ると、今度ね、R の10っていうので、こうガール編をやると。でそこで、長田さん、言葉っていう枠で1個、なんか演目やってもらえないか。私ね、もうなんて言うこの R の番長矢口さんとこう R の出演依頼だけはもう絶対に断らないって決めてるんですね。うん、もうこれ頼まれても、そりゃもう、ね、女に見込まありませんよ。もう即答しました。あ、ぜひやらせてくださいって、うん、パパパってピッて送信っつって、うん、その5秒後にね、はぁ、あ、こりゃえらい難儀な頼みを引き受けちゃったなと。もうだって皆さんちょっと考えてください、言葉ですよ、言葉って何？え、言葉？うん、ね、私あの役者じゃないんでね、こうやってあの彼女みたいにね、こう舞台に立ってこうセリフを朗々と喋るとかそういうことはできないんです。うん、ね、これあいみさんみたいに素晴らしいね、音楽、ね、楽器と曲、もう自分ももうあれ楽器ですよね、もう素晴らしい音色をね、こう皆さんに届ける、もうできるはずもありません。うん、どうするって、何やるってなって、私にできることなんだなんだって考えてたんですけど。ここは一旦シンプルに考えようと、言葉って何かって言ったら伝えるためにありますよね、伝えるためのもの、うん、じゃあ私にできる伝え方って何だって思ったら、喋る、うん、それだけ。なんでもう今日はひたすら喋り続けます。はい、タイトルは不幸自慢長田のフィリピン珍道中編。はい、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。こんな感じでね、まあ、始めていくんですけどもね。いやー、はい、まあ、何の話かというか先にね、オチ言っちゃいます。はい、これ私の実体験で、はい、あの私が、約13年前に、家を出てた自分の父親に会いに行くためにフィリピンに行ったっていう、まあ、そういう親子の再会ものです。はい、はい、もうオチ言っちゃったんでね、もう聞く必要ないですね。もうこれ以上のこと出てこないんでね、この後。そう、私今26歳なんで、まあ、13の時以来ですね、うん、はい、再会しに、まあ、行ってきたんですよ。はい、で覚えてました。でね、あの本当最後までこの調子で行くんで、もう本当随時飲み物飲みつつ、あのお手洗い行きつつ、あのオーダーしつつで、はい、本当楽に、あの私もあの自分のタイミングであの水飲むんで、はい、こんな感じでもう勝手に飲みますんで、はい、じゃあ皆さんこの銀河の夜に、はい、やば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 い、あ、お水が美味しい。今夜はお水が美味しい。はい、でですね、まあ長い間は今日もね、このくらいにしますと本題に入ります。で、この話のタイトル、先ほど申し上げました通り、不幸自慢長田のフィリピン珍道中編。皆さん、フィリピンってイメージあります？フィリピン、そこに店ある。橋の横。店があるんですか？フィリピンパブあるんですね。いっぱいいるから、2000円の。お詳しい。通われてるのかと思ってた。Thank you.
山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そしてよだかの降りてきたのを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急なご用ですか？いや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。僕一人ぼっちになっちゃうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないんだ。今日は何も言わないでくれ。なければならない時の他はいたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれね。さよなら。兄さん、どうしたんです？いや、いつまでいても同じだ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシキシと泣きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽や毛をそろえて、また巣から飛び出しました。霧が晴れてお日様がちょうど東から昇ります。とてもよく晴れた日でした。よだかはグラグラするほどまぶしいのをこらえてお日様を目指して飛んで行きました。お日さん、お日さん、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。行っても行ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりました。よだかは矢のようにお日様を目指しながら言いました。私のような醜い体でも焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。お日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にグラグラしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていたり、どこまでも風に飛ばされたり、
自由に空を飛び回ります。しかしそこへ鷹が来て体をつかみました。若いススキの葉から露が滴ったのです。よだかは夢から覚めました。もうすっかり夜になって空は青黒く一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、ヨダカなどは点で相手にしませんでした。ヨダカは泣きそうになってヨロヨロと落ちて、それからやっと踏み止まってもう一遍飛び巡りました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました。お前バカを言うな。お前なんか一体どんなものだよ。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには億年長年、億長年だ。よだかはがっかりしてよろよろと落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。お星さん、北の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。ヨダカはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた四辺空を巡りました。そしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸もわしの星に叫びました。お星さん、東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。わしは王府に言いました。いいや、とてもとても話にも何にもならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。それによほど枯れもいるのだ。ヨダカはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくという時、ヨダカはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、ヨダカはまるでわしがクマを襲う時するようにブルッと体をゆすって、体を毛を逆立てました。それからキシ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 と高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながら星空を見上げました。ヨダカはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。空気が薄くなってまいり、羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。寒さや霜がまるで剣のようにヨダカを刺しました。ヨダカはすっかり羽がしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げてもう一遍空を見ました。
しばらく経って、よだかははっきりと眼を開きました。そして自分の体が今、凛の火のような青い美しい光になって、静かに燃えているのを見ました。隣にはカシオペア座が、すぐ後ろには天の川がありました。よだかの星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。